はい、こんにちは、こんばんは、たからです。まずはじめに、この動画ではクロス円を中心に見ていきたいと思います。クロス円以外の通貨、ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので、参考にしてください。ということで、この円が絡む通貨、かなり難しい環境になってきたなと、そんな風に思いますね。もう早速チャートの方を少し見ていきたいと思います。こちら JXY、円指数になります。1時間足に日足を重ねています。円の動き見ていきたいですからね。まずはこの円単独の環境、これをしっかり見たいところなんですけども、円っていうのはずーっと弱かったんですよね。4月まではずーっとこの売りの流れが出ていたんですけども、5月に入ってからこの安値を更新していません。ということで、国際金の円というのはこの調整の戻りをしっかり見ているような状況なんですね。ただかなりこの売り強かったですからね、多少買いが入ったところで、じゃあこの円買いを見ていけるかというと、それは少し難しいように思います。僕の中ではあくまでこの円買いというのは調整の戻りに過ぎないんですよね。どこかで流れが止まってしまったら、また売りの方は出てくるかなと。流れが止まれば僕ならまずは調整を疑います。調整ですから、まずはレンジというのを強く意識していきたいんですよね。そんな中で今週なんですけどね、円っていうのは方向感全くなかったです。買いが入ったり売りが入ったり、よくわからない動きになっていましたけども、結果高安最近抜けてないんですよね。持ち合い相場の形が見えてきています。ということはこの上昇の戻りというのを止まったことになりますね。ただこの円の売りの流れも出てきていないと。買いも売りも見ていけるような状況が今のこの円の動きかと思うんですね。こう聞いてみると少し難しいなと感じるんですけども、最初にも言いましたけども、僕この円に関してはあくまでこれ調整の戻りに過ぎないと今は見てます。流れが止まってきたんであれば、意識したいのは円売りですかね。まだこれ事実を見ていけば売りの方は入ってきてないですから、そこは慎重にならないといけないですね。売るにしても売る場所はしっかりあるんじゃないですかというところになってきます。ただこの高値更新が止まってきたというのも、これも事実ですからね。であればまずは僕なら大きな環境に沿った動き、レンジの高値から安値ですかね、こういった安値を割ってくるかどうかは別問題ですから、そこまで今は見てるわけではなくて、あくまでもレンジ相場の上から下まで、こういった売りの流れというのを来週は少し意識して、この円の環境は見ていこうかとは思います。ということは円安ですからね、クロス円なんかは底堅い動きになりやすいかなと。そんなことを少し意識しながら各チャート見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、4時間足に週足を重ねています。この後短期足見ていきますけどもね、クロス円というのは短期足どれを見てもやっぱり少し難しい環境、高安なかなかこう抜けてこないという環境がありますから、値動き見ていくのすごく難しいんですよね。迷った際には上位足ということで、来週のクロス円のポイントというのはこの週足環境も少し大事になってくるんじゃないかと思ってるんですよね。では週足環境はどういった環境見えてくるのかというと、高値を抜けた上昇トレンドが見えてきます。ただ高値更新最近ないですよね。ということで現在は調整局面、調整ですから僕ならまずはレンジを疑っていきたいんですね。ですから下のサポートがどこになるのかというのを探していくのがすごく大事。ただこれ週足環境ですから、どうしてもやっぱり時間かかるんですよね。現在流れが止まってからも5週目ですか、それなりに時間というのはかかってますけども、まだこの調整のレンジの形はっきりは見えてはいません。ただ今週先週の値動きは一つのポイントはあるんじゃないかと思うんですね。まずは先週ですけども、この下落の流れを一旦止めたという形があります。これが134円台ですかね、真ん中あたり。今週はこの安値を更新することなく高値を抜けてきてるんですね。波の反転が少し見えてきた。波の反転見えたからといってね、すぐにじゃあ高値抜けるかと言われると、ここまで簡単な動きになってくるとは思えないですけども、ただ一旦このサポートが見えてきたというのはすごく大きな事実じゃないかなと。上昇が止められましたから、僕は調整を見たいんですね。このサポートの候補としてこの134円の真ん中あたり、このあたりもしかしたら見ていけるんじゃないかなと。すると見ていきたいのはレンジ相場、今レンジの下から買いが入っているわけですから、最初の目標レンジ上限、これが139円あたりですね。もちろんこれ抜けるかどうかは別問題ですから、そこまで見ていくわけではなくて、一旦この139あたりを目指したこの上昇の流れというのを来週あたりは見ていくのは面白いかなと。冒頭で見たこの円指数なんかを見てもね、円安トレンドは少し見たいなとも思ってますんでね、そういった意味でもいい流れかなというふうに思います。レンジの下から買いが入ってきたというこの最近の事実というのを見ながら、買い場所を探っていこうかと思います。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。
ただこの冷やし環境を見ていくと簡単に買えない状況というのがあるんですね。それが今のこの大きな流れ、流れ自体はこれ下を向いてしまってるんですね。過去ちょっともうこれ見えないんですけども、ここには下落トレンドが見えてます。現在これ戻りが入ってるんですけども、これ高値どんどん切り下げてますからね、ここに一旦カビが見えてきています。このカビ見てしまうとこれ高値切り下げですからね、もし買っていこうと思うんであれば、今見えてるこの目の前の壁、まずはこれをなんとかしないと上の流れが見えてこないです。むしろ下落の流れが見えてますからね、上値が重くなれば戻り売りを見ていくと、こういった流れも全然これはありえそうですから、ロングをしていくならこの動きに要注意。ただまたここ買いの流れが見えてないというわけでもなくて、下の方を見ていけばこれ安値切り上げですね、こういった上昇も見えてきますから、これ抜けてくれば面白そうなんですよね。ただ現状なかなか抜けてこない。今週1週間もずっとこの高値チャレンジはありましたけども、なかなかこう抜けてこなかったです。今見えてしまっている事実はこういったレンジ相場なんですよね。なぜレンジができているのか、赤い下落トレンド、青い上昇トレンド、これのぶつかり合いじゃないかと思います。週足環境の上げなんかを見ていこうと思えば、もうこんな壁は抜けてほしいところなんですよね。来週はもうこれが一つのポイントになってきそう。大きな壁は137円ですかね、まあその少し手前あたりに今壁が見えてますんで、来週はどこかのタイミングでこの高値更新の動きは出てくるんじゃないかなと、そのことを思いながら値動きを見たいと思いますけども、ただ今見えてるのはレンジなんですね。じゃあどこで買うのかというと、上の方ではやっぱり買いたくない。レンジの下から拾っていくのが基本かなとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。そのあたりを短期足見ていくと、もこういったレンジが見えるわけですよね。高値はなかなか抜けてこないと、しっかり壁になっているわけですよね。この壁は抜けてくるんじゃないかなと思っているわけですけども、現状まだ抜けてきてないですから、抜けてない以上はこのレンジを見ていくしかないと思うんですよね。じゃあどこで買いますかとなると、やっぱり基本はレンジの下から買っていくのが基本になります。ロング目線で見ていくならこの待つのが大事ということになりますね。もしくはもう少しこう積極的に見ていくんだらば、レンジの高値でさらに小さなレンジなんかも作ったりもしますからね。こういった小さなレンジの下に引きつけてロングをしていくとか、こういったのもありだと思いますけどね。じゃあこの壁割れたらどうするのかですね。結局はレンジの中の動きに過ぎないわけですけども、割れてしまったら次はレンジの上から下までの売りの流れ、こういったのが出てきてもおかしくないわけで、ロングをしていくならまあこの動きにあまり付き合いがないですよね。まあ、この辺りがごちゃごちゃになってしまったらトレードがブレてしまうと思いますからね、あまりいいことはないと思うんですね。ですからまあ買っていきたいなとは僕は思ってますから、まずはサポート探し、そのサポートをどこに置くのかというのが最初の見極めのポイントにはなってはきそうです。僕の場合はデイトレーダーですからね、まあ、一旦は136あたりのサポートも見てしまうことにはなると思いますけどね、ただまあまりこう信頼しすぎないようにしたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円4時間足に週足を重ねています。これもユーロ円と同様に、ポンド円もまあ冷やしなんかを見ていくと調整の形がはっきり見えています。少し手を出すのは難しい環境のように思うんですよね。ですからまあ迷ってしまったら上位足を頼るということで、上位足の環境がすごく大事になってくるんじゃないかなと。これは上位足となってきますけど、上位足の環境は高値を抜けた上昇トレンド、今強い押しが入ってきましたけども、この2週間ほどの動き、これポイントになってくるんじゃないですかね。まず1点目、下落の流れを止めたというところですね。2点目に先週高値を更新してきたということですね。波の反発が少し見えてきています。もともとこの辺りは高値抜けてきてますから、流れが止まればまた買いたいなという環境はありますから、来週もこの波の反発なんかは少し見たいなと、そんな風に思えてきますけども、ただそのためには越えないといけない壁があるんですよね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしの環境ですけども、まあ、これも少し見えなくなってしまいましたけども、ここには下落トレンドがあるんですよね。今戻りが入ってますけども、これはあくまで調整の戻りに過ぎない。戻りの高値まだ抜けてないですね。そんな中で流れが止まったのが161円、流れが止まったら下落トレンドですからね、戻り売りを見ていくというのは決してこれ間違いではないですよね。高値に注目していけば、どんどんこれ高値切り下がっている状況があるわけですから、売っていくというのは決して間違いではないように思います。ただ今の環境はこういった流ればかりが見えてるわけではないんですよね。例えば下の方に目をやるところで安値を切り上げています。これを見ていけば上昇トレンドも見えたりもしますんでね。ではどっちを見ていけばいいのかと、結果これ参加者もよく分かってないんですよね。だからまあ高いですなかなか抜けていかない、結果レンジになりやすいということで、この買いと売りとの攻防がもうここ最近の動きじゃないかと思います。そこでまあ週足の環境ですよね。高値を更新する流れをもし見ていこうと思うんであれば、今目の前に見えているこの壁ぐらいは抜いていかないといけない。ただまだこれ抜けてないですからね。高安更新していない環境ということになりますから、上下の壁を意識してということになりますんでね。まあ高値圏に近いところにいますから、簡単に買っていくのは難しい場所になってきています。
それでも冒頭で見たように円の弱さみたいなと思いますんでね、やっぱりこのどこかで高値更新してくるかもなと、そんなことは考えてはいるんですけども、じゃあどこでも買っていいかというとなかなかそうはいかないですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。この161円が一つの壁にはなっていますね。この壁はなかなか抜けていかないと、ただまあ短期足を見ていくとこう強い流れもあったりもしますんで、ロングを見ていくならこういった流れの中で見えてくる足場、こういったのを利用していくというのは悪くないんじゃないかとは思います。この足場なんかは特にこれ金曜日の高安ですよね。下のサポート160円ですから、一旦このサポートを割り込むまではまあ買いを見ていくとか、ただ割り込んでしまったらこの辺り大きなレンジも合わせて今見てるわけですから、下への流れが出てきたらレンジの下までの売りは出てくるかもしれないわけですね。それをショートで見ていくかは別問題になりますけども、ロングで付き合いたくはないですからね。であれば割り込んだら一旦は撤退とか、その辺りをしっかり見ていくと、まあそんなにリスクは取らずにね、この強い流れは見ていけるんじゃないかとは思っています。ただやっぱりこの上値が重いというのはもう値動きからも明らかですよね。来週も抜けてくるかどうかというのはこれ実際には分かりませんから、高値をロングで掴みたくはないと、なるべくこの下に引きつけてのロングを来週も見ていくことになりそうです。来週の仕事はこのサポートを探すところからのスタートになってくるんじゃないですかね。まあ、ひとまず金曜ですね、これを来週の月曜日は見ていくことにはなりそうです。はい、変わりましてこちらが5ドル円4時間足に週足を重ねています。5ドル円も日足を見ていくとなかなかこうはっきりしない環境なんですよね。ですから迷ったら上位足、そういった環境があるんです。というわけでまあ上位足、週足環境を見ていくと強い流れがあって、現在調整が入っていますけども、これも一緒ですね。先週今週と流れを一旦止めたという形が見えています。もともとはもうこれだけの強いトレンドがあったわけですから、現在は流れが止まっての調整を見たいわけですね。調整ですから、まずは僕はレンジを疑っていきます。レンジを見ていく際にやっぱりこの下のサポート探しがすごく大事になってくる。ただこれ週足環境なので、サポートを探していくにもどうしても時間はかかります。そんな中でようやくですよね、今週先週と見えてきたのがこの少しの波の反発、今週もこれ高値を更新しつつあります。もし流れが止まってくるんなら僕ならここレンジを疑いますんでね。ですからまあ高値を抜けるとかそういったところを見てるわけではないですけども、流れが止まったらこのレンジ高値までの買いなんかはこれは出てきてもおかしくないかなと。冒頭でも確認したように円の弱さなんかも少し意識したいところですからね、この反発強い流れを少し見ていこうかなと。ただそのためにはこのサポート割れたらダメですからね。現在見えてるサポートがこの89円の後半あたり、来週はもうこの辺りをバックにロングを見ていく流れ、これを意識していくことになるんじゃないですかね。ただこれは他のクロス線もそうでしたけどね、そのためには越えないといけない壁があるんですよね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。その壁が91円、下落トレンド見えていて流れが止まって調整局面ですね。少し調整の戻りも入っていますけども、この辺りも完全に壁が見えてしまってます。いくら買っていこうと思ってもやっぱりこの目の前にあるこの壁、これなんとかしないとやっぱり買えないと思うんですよね。現在地がちょうど今この壁の上ということになりますんで、これブレイクしてこなければまた売りの方も入ってきますからね。ですからもうこの位置でロングをしていくかどうかはこれは慎重に判断したいところです。今これ上の方ばかり意識してますけどもね、こういった上の流れ、安も切り上げてますからね、まあなくはないと思うんですけども、赤い下落トレンドもしっかり見えてますんで、これは忘れないようにしたいです。そして現在はこの買いと売りとの攻防、ぶつかり合いでまだ決着ついていない。だからこういったレンジになってるんじゃないかとも思います。下のサポート89円、上の抵抗91円。まあ普通に買っていこうと思えばレンジが見えてるわけですからね。レンジの下から買っていくのが基本になります。ただ現在地はレンジの上限ということで、まあ、ロングは慎重になるべき場所。それでも買っていこうと思うんであれば短期足で場所を探していくことになりますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。こう短期足見てもレンジの形は強く出てますよね。上がったり下がったり、現在地は高値圏です。抜けてくれば話は変わってくるんですけども、僕はトレードする際にやっぱり今の事実をしっかり見たいなと思っています。今の事実はまだ抜けてないですから、抜けてない以上は積極的なロングは難しいです。買うのであれば近くにまずはサポートを探してからということになりますけども、現状このサポートもちょっと見えてないですよね。金曜日まあすごく強かったんですね。5ドルに買いが入った、円の方も少し弱かったですから、いい流れは出てるんですけども、ただこの環境があってもそれでも抜けなかったというふうにも見えますからね。まあ高値引きですからね、このまま買われるかもしれませんけども、逆行した時にどこまで見ていけばいいのかがこのチャートだと見えてこないんですよね。抜けるかもしれませんけども、リスクは読めないので、ですからまずはこのリスクというのをしっかり見つけてからになってくると思いますね。ですから明日からポーンと買いが入ってしまったら、なかなかその動きについていくのは難しいと思います。やっぱサポートがないですからね。来週はこのサポートをまずは探していこうかと思います。
はい、ということで、黒線というのはどの通貨を見ても環境すごく似てると思うんです。まず第1に目の前に壁があることですね。第2にこの下から見ていけば安値切り上げの形があること、ということで、三角持ち合いみたいな形で見ている方もたくさんいらっしゃると思います。ただ円買いトレンドはひとまず収まってきたのかなと、これはもう円指数なんかを見てる限りではありますからね、来週どうなるか分かりませんけども、ならばやっぱりこの上の流れは少し意識したいところですかね。目の前に壁があるのは重々承知はしてるんですけども、この安値切り上げ、ここにポイントを絞って見ていこうかと思ってます。ただ問題はどこで買っていくかですね。目の前に壁がある、これが事実です。抜けてもないんですよね。これはユーロ円だけではないです。はい、こちらポンド円ですけどね、ポンド円も目の前に壁があってまだ抜けてないですね。ただ下の方を見ていくところで安値切り上げてるんで、どっちを見ていけばいいのかと、こういった三角持ち合いで見てる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。上の方に抜けてくる流れ、こういったのイメージはしてるんですけども、まだこれ事実としては抜けてないですからね、買う場所は慎重にならないといけないと思います。はい、こちらゴールド円ですけども、全く環境は同じですね。91円に壁があってまだ抜けてないですね。ただこの下の方を見ていくと安値切り上げ、これも三角持ち合い意識してる方多いんじゃないですかね。イメージとしては僕はこれ上の方に1回は抜けてくるイメージを持っていますけども、ただ事実としてまだ抜けてないですからね、買う場所は慎重には見ていきたいです。来週はこの高値更新があるかどうか、この高値の攻防ですかね、この辺りを注目はしていきたいと思います。今回は以上になります。黒線以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼ってますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。